ハムさんバラありがとう。ちょ待って、ライブタグをつけます。バレンタインライバーね。オッケー。めっちゃ揺れる。今日行くよ。あ、ありがとう。あ、待って、また後でさ、出席確認取るから、その時にまた教えてほしい。ありがとうね。はい、皆様こんばんは。あ、間違えた。おはようございます。ちょっと待って、カネパパさんバラありがとう。ちょテロップをもう一回バラください。オッケー、できた。ヤッホー、タチツツヤさんバラありがとう。おはようございます。はい、今日はオープニングアクトがあります。1部と2部ともどっちとも出ます。鈴鹿さんハートありがとう。皆さん、あのチャレンジのところから無料でバラがもらえるので、ぜひ投げてください。20万ポイント達成したら、なんとハートの可愛いリオのアバターがもらえるので、皆さんぜひバラをくださると嬉しいです。はい、そうですね、今日オープニングアクトがあります。ゲバントホールで1部と2部あって、1部がチャートリーさんとマイカ、あ、間違えた、チャートリーさんと四国さんの対バンのオープニングアクトで、2部が四国さんのマヒナさんの生誕祭のオープニングアクトです。あっちゃんさんバラありがとう。あ、歌唱力の順番ですか。そう、昨日歌唱力の組み分けと歌う順番も決まりました。はい、決まりました。なんかリオもびっくりして、なんかそのいつ呼ばれるんかなってドキドキしてたんですけど、なんと第3組の2番目に歌うことになりました。はい、3組の2番目。くんさんバラありがとう。はい、そう、なんと予選で1位だったイケちゃんさんと同じ組になりました。同じ組になった。ラスビダーネさんバラ、間違えた、タコありがとう。そうで、ゆうかも同じだったんですよ。そう、なんか A と B に、なんかシードと A と B に分かれてて、リオとゆうかが A だったんですよ。あ、あずみも A だったんだけどね。サダヤンさんバラありがとう。で、なんかその抽選でどんどん引いていくんですけど、なんと第3組の2番目に選ばれて、その後ゆうかが選ばれました。そう、第3組には STU が3名います。イケちゃんさん、リオ、ユーカ。1番目じゃなくてよかった。そう、なんかリオ A だったけさ、なんか1番目にならんかったんよ。そう、 B だったら1番目になる可能性はあったんですけど、 A だったけさ1番目にならなかったの。そうそう、満月ライダーさんバラありがとう。暖かい金曜日さんバラありがとう。そう、まあでもリオはね、誰と組になっても、順番がどうだったとしても、リオの歌がね、変わることはないので、しっかり本番まで練習して本番を迎えたいと思います。ヨロンパンさんバラありがとう。頑張ります。なんか曇ってる、カメラ直った。はい、それよりもリオオープニングアクトが緊張します。緊張するよ。そう、あずみんはね、2組でイーシオンさんのところだったね。マルヒロさんバラありがとう。アップルワインさんバラありがとう。てかさ、どう今日のリオ、今日のリオはどうですか。化粧もバッチリです。かわちいですか。かわちい。そうですよ、たくさん練習して実力を出します。リオならできます。カーチー、やったカーチー。そして今日は来る前もまた前髪を切りました。ヒロシモコパセリさん、かわいい、ありがとう。フルピー、カーチー、美少女、やったヒロシモコパセリさんバラありがとう。マイケルさんにハグしてもらおう、イエーイ。なこちゃんのすさんバラありがとう。そう、毎日揃えるんですよ。なんか最近さ、もう毎日伸びちゃって、
そうだから最近もう毎日切ってて、けんちゃんさんバラありがとう。そう今日も切ってもらいました。なんかね今日は揃えた感じ。そう切るっていうよりかは揃えた感じです。ちょっとここが長いかってなって揃えた、うん、これは何の音？何の音？風？暖房？いらないそうなんですよ。あ、フォローありがとうございます。 STO テト研究生中学2年生14歳の四つんこと岡村龍です。フォローよろしくお願いします。そうなんですよ。そう急に静かになった。そう暖房つけていたらしいです。ちょっとうるさかったなと思ってあ、配信は9時10分までします。えんちゃんさんバラありがとう。そうパーナが暖房ガンガンにしてましたね。そう今日オープニングアクト1部と2部あって、ちょっと今日のオープニングアクトはそのねいつもとはちょっとだけ違うので、そう緊張してます。緊張してる。そう今日の朝も練習してたんですけど、そのオープニングアクトの練習もしてて、でなんかあの家で配信をしようと思ったんですよ。だけどこの車で配信した方が配信時間があの長い長く撮れるから、あの長い配信の方がいいかなと思って車配信にしました。そう今日は5時半に起きたんですよ。5時半に起きて眠です。眠いよ。でも楽しみ。 AKB480523 バラありがとう。福ちゃんさんファイトありがとう。公園見に行くねありがとう。ありがとうね。はい今日5時半起きですね。まあ車配信嫌な人もおると思うんですけど、ごめんなさい。ごめんね。車配信嫌な人もおると思うんですけど、宮本増一さんバラありがとう。はい、おはようこのルーム、久しぶりに来ました。ありがとう来てくれて。やっほー、ツンツンツン。やばい緊張。 AKB48-0523 うさぎありがとう。うさぎ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 、たかぽんさんバラありがとう。そうなんですよ。集まれたものさんバラありがとう。ブインブイン配信好きですよ。本当ですか？嬉しいです。やった。あ、フォローしました、ありがとう。嬉しい。そうなんかね通知でもねフォローしましたってくるんですよ。嬉しいです。はい、てか結構今日はいい天気ですね。え、雲一つないよ。キャー、雲一つない。青の国さんバラありがとう。そうブインブイン配信酔わなくなった？うん、全然酔わない。慣れたかもしれない。うん、もうなんか多分昨日の夜さ結構雨降っててさ、車がなんか曇ってた。そう曇ってましたね。でさ、それにさ、そのオープニングアクト今までなんだっけ、 AKB48-0523 ケムシありがとう。そうオープニングアクトは今まで神谷町ホール、エディオン神谷町ホールとクワトロでしかやったことがなかったんですよ。それじゃっけさ、ゲバントホールでオープニングアクトをするのが初だから、なんか不思議な気持ちです。晴れ女の子ですね。あ、リオ晴れ女じゃないんですよリオ結構雨女なんですよね。リオツのダンスがかっこ可愛かったので今日の公演でイメマ配信でお会いするね。ありがとう。俺ピーマンラブツン。そう今日は晴れだね。晴れだポッキーちゃんにリオちゃんが昨夜話してたこと伝えといてよ、プロフィールのこと。あーあー、ありがとう。パフォーマンスの前でもご飯食べれるの？うん、リオはね、あの公演前に食べなきゃ元気が出ないので。でもね、だいたいお弁当の3分の1か4分の1だけ食べて公演出て、気が向いたら続き食べて、気が向かなかったら
あ、ルイカ？ルイカだ！松本ルイカスプラッシュ。あ、ルイカ！おはよう。ありがとう、ルイカ。皆様、アクターズスクール広島スプラッシュの紫色担当松本ルイカちゃんが来てくれました。ルイカ、おひさ、ありがとう。また会おうね。公演楽しみ、楽しみ。フラペチーノさん、チョコがかかったバラ、ありがとう。集まれたものさん、バラ、ありがとう。松本ルイカ、あ、バラ、ありがとう。ルイカ、ありがとう。2回も見てね。うん、リオ、いつも2回見てるよ。うん。なんか、他のメンバーがね、あまり見てないので、リオは見ようと思って。2回結構見てます、リオ。はい。今日のは DMM 配信一部で応援します。ありがとうございます。フレッピー、集まれたものさん、バラ、ありがとう。そうそうなんですよ。あ、ルイカも今日ライブなの？そうなの？頑張れ。サンフレ、サンフレかな。カプスケシ君さん、バラ、ありがとう。今更だけど、この前のスタジオ公演すごかった、感動した。え、嬉しい、ありがとうございます。イエーイ。カップズキシ君さん、紅茶、ありがとう。なんか声がガラガラになってきました。発声練習をしなきゃ。今日は後ろからこっそり見ます。ありがとうね。ゲバンドホールって聞くと NWP 公演を思い出す。ほんまに？え、でもさ、 NWP 公演ってさ、ゲバンドホールで1回しかやったことないよね。あ、2回かな。うん、でも1回2回ぐらいの感じだった。カプズキシ君さん、紅茶、ありがとう。あー、なるほどね。はじめまして、ありがとう。カプズキシ君さん、紅茶、たくさんありがとう。はい、ちょっと緊張してきました。カプズキシ君さん、ハートもありがとう。そうですね。で、なんか今月はフェスもねたくさんあるので、それも楽しみです。 NWP 今夜クワトロのイメージ。え、わかる。クワトロ、チョッパーさん、チョッパーさんかな。バラ、ありがとう。そう、今月はフェスが2回あって、20日と27日に Spotify OS であるので、それも楽しみです。楽しみ。そう、20日が研究生だけで、27日が、あれですね。なんだっけ。あ、サコさんと、イケちゃんさんと、研究生4人の6人。今日公演来ます。ありがとう！待ってるよ。そうなんですよ。今日は広報席から見守りますね。ありがとうございます。27日の東京のフェスは声出し OK だから。そうなんですよ！声出し OK です。そう！嬉しい。なんか今まで声出し OK のイベントって、あ、ギガギガ？ギガギガソニック？とか、あ、大阪造船所とか、そう、やっぱりなんか声出しあった方がさ、会場の一体感もあるしさ、その見てくださってる方も一緒になって、こうね、楽しめるからいいよね。現地行けないけど DMM を見るね。ありがとう。トマーキさん、バラ、ありがとう。そう、サトシさん、バラ、ありがとう。超絶かわいいリオツンやってください。みんなリオツンって呼んで。まるともちゃんさん、バラ、ありがとう。みんなリオツンって言ってくれる？言って。しんやさん、バラ、ありがとう。すっぴんですか？いや、化粧してます。リオのコールはリオツンでいいんだよね。うん、リオツン、リオツンツン。なんかさ、あ、聞いてください、あのスタジオ公演ね、最高回を最後に披露したんですよ。初スタジオ公演の時に、そう、初スタジオ公演の時に最高回を披露したんですけど、その時にね、なんか途中にさ、なんかタイガーファイヤーみたいになるじゃないですか。あれを頑張って覚えたんですよ。そう、歌詞でさ、リオもね、メンバーも言わないといけないから覚えたんですよ。でも全然覚えれなくて、そう、
ます。今言ってみますね。タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、タイバー、バイバー、ジャージャー。合ってるかね？え、合ってる気がする。合ってるかも。合ってるかも。ミリさん、バラ、カプツキシ君さん、ハート、ありがとう。合ってるかね？え？え？ダイバー、ダイバーじゃない。タイガー？あれ？タイガー、ファイバー、あれ？タイガー、ファイヤー、ダイバー、バイバー、バイバー、ダイバー。じゃあじゃあ、わからん。そう、そうなんですよ。あ、パーナが見せてくれた。あ、タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、バイバー、ジャージャーだ。あー、いやでも結構覚えたくないですか？なんか難しくて全然覚えれなくて、ずっとずっと繰り返し口で言って覚えてたんですよ。でなんか結構多分スタジオからの時に間違えた気がする。でその時にさ白目向いてたんですよ。そう、白目向いてて、その時に白目向いてました。日本語ミックス覚えると英語ミックスも覚えやすいよ。なんだそれ、わかんない。みゃ、みゃおこーちゃんさん、バラありがとう。そう、公演の自己紹介の時お客さんからの声が聞けるのも楽しいね。あ、嬉しいね。あ、確かに。あ、キャッチフレーズで、あー、そっか、リアツーンとかね。なるほど、言ってもらいたいな。そう、難しかったんですよ。そう、なんかさ、よくあるじゃんか。そう、そう、順番は漢字で覚えたら意味がわかるから覚えやすい。そうなんだ。あー、あ、そういうこと？タイガー、タイガーじゃけえ、トラってこと？ファイヤー、腎臓って何？タイガー、ファイヤー、サイバー？わからん。そう。あ、皆さん、今日さ、四国で、マイキューさんに会うんですけど、そう、チェキ？チェキ持ってきましたよ。チェキ持ってきた。チキにメッセージをかけました。夢力でガチ恋工場ができるのが嬉しい。え、ガチ恋工場って何回ね。ガチ恋工場聞いたことあるよね。いや、それもね、なんだっけ。あー、よっしゃ行くぞー。あ、そうそう、あー、よっしゃ行くぞー。タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、タイバー、ファイバー、チャージャー。夢の中まで現れるときめきが消えることがない。世間のベイビードゥルルジェイさんありがとうございます。 STO テテ研究生、中学2年生、14歳のヤツンこと岡村リュウです。ぜひフォローよろしくお願いします。言いたいことがあるんだよ、やっぱりリオは可愛いよってやつ。あ、なるほどね。意味？いい。いらない。もうその話じゃない。なんか言わずにさ、タイガーとかやってくるんだけど。そう。世界で一番愛してる、あ、聞いたことあるよ。あ、なんか優香がいいよったよ。うん、優香がいいよった。交換日記あるかな？もしマイキューさんが忘れていなければ。今日持っていくねって言ってたから、この間。あ、フォローしました、ありがとう。そう、やっぱりリオが可愛いよ、好き好き大好き、やっぱ好き。おお、パーナがやりたいんかもしれん、コールを。やっと見つけた お姫様、俺が生まれてきた理由、あ、愛してる。あー、なるほど、聞いたことあるよ。
やだー、あー車の中に変態がいます。イケちゃん、くるくる、リオツンが同じ C グループだね。そうなんですよ、3組目ですね。頑張ります。俺が生まれてきた理由、それはリオに出会うため。あー、知っとる知っとる知っとる。あー、なるほどね。難しそうですね、それ。難しそう。そう、席にいっぱい書きました。チラ見せ、ちょっとね、いろいろ書いてあるので内容は見せれないんですけど、チラ見せ。いっぱい書いた、いっぱい書いたよ。なんかパーのやりそうなんだけど、そう、もうパーのなんか雰囲気から、雰囲気からしてさ、コールとかしそうじゃもん。うん、このおでこにハチマキつけて、ハチマキに、あの、ハチマキに、おー、クレアがいるよ、あれ、やだ。そう、ハチマキにね、ペンライトを刺してからいっぱい。そう、みんなパーナと一緒にやってあげてください。パーナがやりたいそうです。パパさん、一緒にコールをしましょう。うん、いける。マイキュールームで見せてもらえよ。うん、第3バラありがとう。はい、そうなんですよ。あ、そういえば皆さん、この間買ったさ、じゃがりこのさ、キャラメル味あったじゃないですか。あれ実はまだ食べてないんですよ。じゃん、まだ食べてない。潰れとる。潰れてます、怪力で潰れてます。車止めてね。止めてるよ、今ずっと前から止めてる。そう、今日食べようかな。今日ね、味見してみようと思います。別に全部食べるとは言ってないし、まあね、味見して、まあまあまあ。マイキューに歌唱力の予選突破おめでとうって頭なでなでしてもらってください。言うんですか、頭なでなでしてくださいって。変態じゃん、リオン。じゃがりおは食べた？うん、食べてない。家にあります、ずっと撮ってる。そう、焦がしキャラメル。あー、パーのサーヤに渡してね。やー、あー、やだやだよ。てかさ、聞いて、なんか汗で落ちんかもしれんマスカラをさ、買ってもらったんよ。そう、もしかしたら落ちんよみたいなマスカラを買ってもらったんじゃけど、なんか急にさ、試すの怖いじゃんか。そう、じゃけ今日はね、マスカラしてないんよね。そう、信用できんくて塗ってないんよね、マスカラ。そう、もしかしたら汗で落ちるかもしれんじゃん。そう、じゃけ、そうですよね。いつも黒くなってしまうんだっけ。え、なんか昔やった時に、昔アクターズの時に、その小学校の時とかに、その塗った時に汗でめっちゃ落ちて、目に入ってめっちゃ痛かったんですよ。そっからマスカラが嫌になって、嫌になってずっとやってなくて、でなんか最近はお話し会とか、その汗をかかない時はそのマスカラ塗ってるんですけど、最近はね、あの動く時とか汗をかく時はいつもやってないんですよ。じゃけさ、いい方法思いついたんよ。そのマスカラを試すために、その練習するんよね、毎日。そう、毎日練習するけ、練習する前にマスカラを塗ってたくさん汗をかいたら、あの本当にマスカラが落ちてきて目の中に入らんのかっていう検証をすれば、そう、いいかなと思って。そう、練習の時に試してみたらいいかも。ピンクのトトさん、レインボースターありがとう。リオツンは瞳が茶色で可愛い。よくね、カラコンしてるって言われるんですけど、してないんですよ。そう、カラコンしたら逆に黒くなります、リオは。そう、だってさ、今日さ、なんか急にさ、
そのマスカラしてさ、もしさこの目の下真っ黒になってさパンダみたいになったらさやばいじゃん。そうじゃけちょっと今日はやめとこうと思って。昔からのゆさんうさぎありがとう。パーナのデコに乗って塗ってジョギングさせて、確かにそれが一番いいかも。あとさ、なんかリンコさんとさパセリさんも結構汗をかくじゃないですか。それなのにめっちゃまつげ綺麗なままじゃん。さっきさリンコさんとパセリさんにもさ聞いてみたい、マスカラ何使ってますかって。初見のロロさんありがとうございます。バラありがとう。 STO で研究生中学2年生14歳のひよつんこと岡村りゅうです。ぜひフォローよろしくお願いします。そう、何を使ってるか聞いてみたいですね。そうまあゴリラでもいいよ。うん、まあパンダの方が可愛いけど。歌唱力結晶アップの映像もいいからマスカラ映えそう。確かになんか最近のメイクってなんかまつげパッチリ上げた人が勝ちみたいな感じなんですよそう、まつげパッチリ上げた方が勝ちみたいな感じだから、そうそうなんですよそうだからその練習の前に塗って練習して汗かいて検証してみようと思います。そう、検証しよう、検証してみます。確かにパセリンコ汗すごいよな。そう、汗すごい。リオも汗すごいんですよ結構。そうだってさ、花だれ公園とかでも暗闇、あ、僕はこの海を眺めてるからもうダーダー汗流れてきてまだ3曲目なのに、そう3曲目でもう汗ダーダー流れてきて、そうそうなんですよね。まあ汗をかくのって体質だからさしょうがないけど、アンピーもめっちゃ汗をかいてるよ。あ、アンピーさんかくんですか。全然イメージなかった。ルーチーさんバラありがとう。アンピーさんかくんだ、知らんかった。そう、リオの汗の量たまに心配になる時がある。やだ。あとさ、なんかシャツとか着とってさ汗かくのが本当に嫌なんですよ。なんか染みてさ、わかるじゃないですか、色が変わって。そう、長袖のシャツで汗かくのが本当に嫌です。そう、多分ね代謝がいいんですよリオ。代謝が良くてめっちゃ汗かく。あとなんかマヒナさんも結構汗をかくって聞きました。そう、まあね、リオの汗はルイバスティのように美しいわ。シャララン意味わからんかった、自分で言っときながら。そう、マヒナさんも結構ね汗をかくらしいですよ。うん、あと誰がかくだろう。リオちゃんは美意識高いからね。嬉しい。リオ美意識高いの、わかんない。美意識ってなんだろう美意識自体ちょっとわかんないかもリオ誰が汗かかないかな。ゆうかね、1ミリもかかんないよ、やばいよ。そうね、1ミリもかかんない。そう、なんかリオ汗ダーダーなのにゆうか1ミリもかいてなくてびっくりするんよ。そうでも思うけどさ、リオの飲むお茶はさルイボスティーじゃないですか。そうだからルイボスティーが出てるんだと思います、汗から。そうそう、屋外でパフォーマンスした時汗が出すぎて心配だったわ。そんなに心配になるほど、ほんまに、今度サウナ行ってみて。サウナ、いやサウナね苦手なんですよねもう3秒ぐらいでもう無理。顔の汗はリコチがすごい。なんかリオはそのおでこの汗がすごいんですよ。あの頭皮から汗がすごい出て、そう、あと体にもかくリオ。リオさ、ユウカをさ汗かかせてみたいな、どうやったら汗かくんだろう。ユウカ1ミリも出ないんですよ。ユウカの汗を見たことがないです今まで。そうないですね、ないな。アズミンとナーピあるんだけどユウカがないかも一回も。パーナも手汗がすごいんだよね。うん、パーナ手汗やばい最善にいるとリオツの汗飛んできそう。飛んでくるよ。まあそれもね、嬉しいレスだと思ってください。そう、みんなでさユウカを汗かかせてみようどうやろう
っと方法みんな考えといて。頑張ってるのに頑張ってないと思われるって言ってた。あ、ゆうかが？あ、確かにね。なんかやっぱり汗かいてる方がなんか必死って思われるのかな。難しいですね。でも逆にリオはその汗かくのは体質なのになんか体力がないと思われるから、そう、それは悲しいです。くるくる今日初日だから汗かくかも。確かに今日かくかも。見よう。終わった後に優香の顔をじっと見てみます。そう、全部体質なんですよ。体質だから別にその努力とかそういう問題じゃないし、そうなんですよね。どっちもどっちですよね。そうですよ、汗体質だからさ、なんで体力ないって言われなきゃいけんのって思うそうそうですよ。そう、見た目だけでね判断したらいけないですよ皆さん。そうです、もう何事もね世の中は見た目だけで判断してはいけませんあ、もう9時になる。9時10分に終わります。9時5分頃に壇上を見たいと思います。そう、顔真っ赤にしてパフォーマンスしてるのすごくいいですよ。ありがとうございます。冷や汗はよくかきます。冷や汗？冷や汗っていつ出るの？冷や汗？あ、怖いの聞いた時とかってこと？今日も可愛い、やった。冷や汗？冷や汗ってなんだろう。怖いってことじゃろ。やばい。浮気した時とか浮気してバレそうになった時とかかな。あ、あとさ、怒られた時とかさ、あとなんか何か隠しとってそれが見つかりそうになった時とか、あと階段から落ちそうになった時とかかな。階段から足を踏み外しそうになった時とかかな。分からん。汗が客席に飛んでくるぐらいのフォーマンスする子が大好き。じゃあリオのこと大好きですね推し面以外の子を見てたらバレた時とか。おお、なるほど美里さんまだありがとう。プラスチック踏んだ時はもうね、あの時は冷や汗もうめっちゃかいたよ。まゆにょさんまだありがとう。そうそう、プラスチックね。いや、あの時 Spotify OS だったんですよ。そうだからさ、今月のフェスどっちとも Spotify OS なんですよ。なんかなんか心配で、なんかデジャブになってまたプラスチック踏みそうなんですよね。まあまあまあ、まあ、本当はねプラスチックじゃないんですけど、確かに焦ってましたねその時は。カナムーさんバラありがとう。なんかどうしても出たかったんですよ。そう、どうしても出たくて出たくて出たくて仕方なかったんですけど、ダメって言われて。そう、渋谷行ってたのに。あ、リオのために。そう、なんか行ってたのにリオ来ないじゃんって。さあ待ってさ、めっちゃ申し訳なかった、まあ今度から気をつけます、気をつけますですよね。頑張ります、怪我をしないように。やっぱり安全第一が、安全第一ですよね。やっぱりその体調もそうじゃけどさ、怪我とかもなくてみたいな、安全第一だから、やっぱりそのね、安全を守るのは自分しかいないので気をつけます。カシュアルか化粧前もプラスチックうまいように。あー確かにカシュアル、歌唱力やばいね。うわー、歌唱力緊張してきた。あー緊張する。初優勝さんバラありがとうございます。でさ、ゲバントホールの楽屋がね畳なんですよ。そう、畳の部屋でめっちゃ好きなんですよね畳。なんかでもこの間離れ声の時に虫がいてめっちゃ大騒ぎしたりよ虫がいるって言って、あずみんがどこって言って。そう、もうあずみんね、ほんまにね、もうどんな時でもお姉ちゃんなんですよ。
そうお姉ちゃんで、なんかあこれ話したことあるかもしれんけど、リュウがなんかフードをかぶってたんですよ。そう多分フードをかぶってて、白のフードをかぶって外歩いてたら、なんかフードにテントウムシがついてて、そうでなんか多分ユウカがそれに気づいて、なんかついてるってなって、アズミンが手で取ってくれたんよ。そうアズミン優しい。ゆきあきたさんバラありがとう。そうなんですよ、あずみ優しいです。あずみ強い。もうリオ無理だよ。だってさ、もしさリオがさあずみの立場だったらさ、どうするかな。物で払うかも。手は無理かもしれん。そう、テントウムシすらダメなの。やばいよ、苦手。え、でもさテントウムシってさ汁出して攻撃してくるよね。でもビョーンって見た目はさなんかモンモンで可愛いけどさ、汁出してくるくない？ビョーンって。違う。テントウムシって汁出してくるよ。汁出すね。じゃろ。やだね。だよねだよね。触るとね。だよねだよね。汁出すよね。ビョーンって出すよね。あとセミも出すよ。そうセミもねビューンって出すんよ。そうやだ。そうだセミはねなんかめっちゃなんかかけてくるよ。そうなんですよね。セミは出すよね。やばね、やばね、やばね。あーよかった、共感者がいてよかったです。そう、そうなんですよ。テントウムシも黄色い汁出すみたい。じゃらじゃら。そうよね。あ、セミはあれか。ああ、お花畑か。ゆずきちさんバラありがとう。そう出すよね。だってさリオさ、あのダンゴムシも苦手なんですよ。そうダンゴムシも苦手だし、なんか蝶々はまだいけるけど、ガは無理です。ガは無理かも。なんか飛んでくるもの、飛んでくる虫はびっくりしてうわーってなるし、なんかねこう地面に這う虫はちょっとゾクゾクします。うーって。テイクストックの千里優さん、いちごありがとう。そうなんか蝶々も結構ね近くで見たらあれなんですよね。やだパーナがなんか変なことしてる。こんなんやだ、変態ドール。そう、あなんか思い出したよ。なんかさあの田舎で島根のひいおばあちゃん家にムカデが出たんですよ。めっちゃ巨大なムカデが出て、なんかそのおばあちゃん家に帰って車を置いて家の中に入った途端にムカデが目の前にバーっていて、そうなんですよ。で誰が退治したかを忘れました。たけどんさんバラありがとう。蝶は近くで見ると顔が怖い。怖いよね。てかさなんかパーのね指歩きが得意なんよ。そうリオもやってみるわ。こうやってね、こうやって指歩きするんよ。こうやってもう6分だ。大丈夫、見ます。みんなありがとう。寄生虫、寄生虫ってなんだっけ。あとリオアニサキス、アニサキス一回見たことあるよ。リオアニサキス一回見たこと。ムカデは天井から落ちてくる？いやー、やだ。ちょっと壇上見まーす。13位ゆきあきたさんありがとうございます。12位ねずおさんありがとうございます。11位広島港パスリさんありがとうございます。10位タクさんありがとうございます。9位シャガーラピーさんありがとうございます。8位日傘のタッキーさんありがとうございます。7位鈴鹿さんありがとうございます。
6位満月ライダーさん、ありがとうございます。5位チリチリミキャンさん、ありがとうございます。4位ビリさん、ありがとうございます。3位ムクシカ老人さん、ありがとうございます。2位 AKB480522 さん、ありがとうございます。そして1位はドゥルルルルルルルパン、カーペディケイシクルさん、ありがとうございます。コープ、ありがとう。皆様ありがとうございました。今日は現あ待って、出席確認取ってなかった。今日会場に来てくださる方と配信で見てくださる方、コメントで教えてください。今日はゲバントでは珍しく前の席だから楽しみ。大北美希さん、ありがとう。黄金皇帝さん、バラ、ありがとう。皆さん今日現地に来てくださる方や配信で見るよって方、ぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。現地に行くです、ありがとう。ヤッシーさん、鈴鹿さん配信で見る、ありがとう。大北美希さん2回とも行きます、ありがとう。配信のおやすみ、星野まずきさん、ありがとう。さとしさん配信見るね。ゆずきちさん DMM 再生、ありがとう。 NOB さん配信で見る。高谷さん配信で、ありがとう。カープ好きしくんさん、昼も夜も現地、ありがとう。ピンクのトトロさん、昼行きます、ありがとう。チリチリミキャンさん、1部と2部どっちも、ありがとう。福さん配信、ゴーさん配信、ありがとう。皆さん現地で来てくださる方も、配信で見てくださる方も、リオのペンライト、紫と黄色を振ってくださると嬉しいです。ラブビームもお互いに送り合いましょう。それでは皆様ありがとうございました。今日はこの配信で終わりです。この配信で終わりです。バイツーン。明日は日曜日ですね。また明日会いましょう。バイツーン、バイツーン、ありがとうございました。